林木は石炭期に栄えた化石としてのみ知られる一群の基本養植物で水にら類に類縁である。原生のバラカ樹木に林木があるが無関係である。林木の幹の化石創造図大きな個体では樹高は40メートル、幹は直径2メートルに達し先端部のみ分岐する。先端部は稲荷のような細長い葉を螺旋状に群生し生育とともに 下の方から葉が落ちて密集した菱形の葉根が幹と茎に残された。石炭機の化石植物として最も普通に見られるものである。葉根は口倉に覆われ気候が見られることから緑色の光合成組織からなっていたと思われる。また、缶自体が原生の樹木と異なり緑色であったと思われる。林木は木質の部分をほとんど作らず木というより、 巨大な草で構造的には内部でなく厚い樹皮様の部分に支えられていた。なお、生育初期には幹は細長い葉で支えられていたと思われる。この部分は原生の多くの樹木のように剥げ落ちることもなく、幹に付着したままであった。生育と共に葉根が広がり、それと共に幹も太くなった。茎の末端に胞脂肪を付け放脂で繁殖した。 急速に生育し10から15年ほど生きたと考えられるが、一部の種は1年生だったようである。林木は小宅地に群生し、1ヘクタールあたり1000から2000本も密生していたが、林木は完全に伸びきるまで分岐しなかったのでこれが可能となったのであろう。中世代までには絶滅し、代わって小型の日陰のカズラ類が発生した。これは勃興してきた。 ラッシュ植物などの植物との競争にもよるのであろう。革命のレピデデンドランはラムダイプシロンパイ、ウロコデルタニューデルタローニュー、キの胃であり、和妙の林木とともに、茎の表面に葉の脱落跡が林上に残されることに由来する。種名はウィカスピーシスによる。ありがとうございます。